皆さんおはようございます。年末のお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。本日ご説明する案件は全部で7件です。まず1件目は市政の動きからです。ポイントとしては2つあります。まず1つ目、資料をお付けしていますが12月5日付で議会へ通知を出しています。何かというと12月の全員協議会において意見聴取を申し入れたというものです。テーマとしては2つ、公共交通計画と旧田んぼアート公園予定地、先月の記者会見でお話をしましたが、こちらには子ども園の建設を予定しています。これらですね、市の重要な課題テーマについて意見聴取を申し入れたわけなんですが、議会は結果としてこの意見聴取を受けないという形に終わっています。これちなみに何か受けないって理由って返ってきたんですか？特段理由なし、なしみたいです。はい、市民の代表者にその意見を聞く、市民の代弁者という言い方もしますが、まさにそれをですね、今回してくださいと申し入れをしたんですが、議会はそれを無視するという形をとっています。ちょうど今日ですね、また中国新聞のトンチンカンな記事が出てたんですが、市長は市議の言動を相次ぎ問題視と、市議の言動というのは居眠り、そして恫喝ですね、これらが問題だったと。その後ですね、対応や政治票、市政運営をめぐり議会側との対立が続くとあるんですが、これ前もお話ししました、論点のすり替え、問題の矮小化です。今回の意見聴取からも明らかな通り、どう考えても議会の対応に問題があります。ここで意見を表さずして何のための議会なのか、何のための議員なのか、ぜひ中国新聞はですね、こういうところに紙面を割く暇があるんであれば、そういうところを追求していただきたいなと願うばかりです。で、2つ目、今の話に続くんですが、12月20日の中国新聞に市の災害対応に関する記事が載っていました。この中でいくつか指摘をしておきます。記事の中では市議が一般質問でという表現があるんですが、何回もお伝えしています、議員はちゃんと実名で報じるべきです。でなければ無責任な言動がはばかります。はびこります。で、ここで言えば山根議員ですねの一般質問です。で、これについては翌日の2日目の一般質問の中でお話をしましたが、2日目の朝ですね、議長に、注意をしに行きました。山根議員の一般質問は規則に反すると、でそれを受けて議長も厳重注意したと言っておられた。それを一般質問の場でお話をしました。それを踏まえてなおこのような記事を書いてくる神経が私には信じられません。一体何を考えているのか。で、その中でより重要なんですが、不正確な記述が散見されます。識者のですね、見解とかいうあたりで、権限代行者を定めていないというのは不備だとあるんですね。まあ、その通りだと思うんですが、権限代行者が定まっていない自治体というのはないと思います。おそらく国も日本もですし、海外アメリカだって大統領の後は副大統領で国務長官で、順番にずっと下まで序列があるんですね。それが事実なんですが、この定まっていなければそれは不備だっていうのは当たり前なんですけども、こういうですね話をあたかも何か秋田方氏の不備であるかのごとく書くのは、これは偏向報道を通り越して嘘だと思います。権限代行者というものがいかなるものか知っててこのような記事を書いたとするならば、かなり悪質ですし、知らなかったとすればお粗末です。で、どちらの可能性が高いといえば、
前者ではないかなというふうに疑っています。要は知ってたけどあえてこのような記事を書いている。なぜか、前科があるからですね。中国新聞、前も少しお話ししたんですが、6月5月の議員定数削減の際にですね、似たような報道をされてました。議員定数削減を執行部側から提案するのはけしからんみたいなですね、識者の見解が載せてあったんですけども、他のメディアの方が同じ大学の先生に同じ質問をしに行ったそうです。でそうすると、執行部、市長に対して少し注文苦言を呈している部分はあったと。がもっと執行部、市長を評価する発言もされていたというのが実際です。ただその一部の注文苦言を抽出して、あたかも今回のその時の執行部の対応が悪いかのような記事を作られていると。このメディアの方は、中国新聞はかなり恣意的ですねという評価をされてました。ですので私としては、分かっててあえてこのような記事を書いてしまったのかなと思ってるんですが、非常に残念でなりません。以上が市政の動きになります。続いて2件目です。2件目は安芸高田アグリフーズの施設についてです。昨年の3月から操業を停止し休止している安芸高田アグリフーズ株式会社の施設に関して売却が決まりました。この施設には一次食産株式会社が進出されます。こちらの一次食産という会社は冷凍餃子などの製造販売をされている会社で、餃子の皮に関しては西日本でトップシェアを誇る企業でいらっしゃいます。こちらの企業のもと、この先ですね、安芸高田市産の米や野菜を活用した商品の開発につながっていくものと期待をしています。3件目です。安芸高田20歳の集いについてなんですが、1月9日に開催する20歳の集いへの出席を希望する方に対して、新型コロナの対応対策として抗原検査キットを送付しています。こちらのキットを使って事前に検査していただくことで、皆さんが安心して参加できる環境を整えたいとの考えです。続いて4件目は入場500年記念事業についてです。いよいよ毛利元就の入場500年の年が始まります。その始まりとして、もうこの週末ですが、大晦日12月31日から1月1日にかけて、吉田町のこの市役所のすぐ近くですが、菅神社を舞台に神楽上演などのイベントを行う予定です。節目の年を祝い、そして迎えたいと考えています。5件目は高宮児童クラブについてです。高宮児童クラブの新設工事が延期となって以降、協議を重ねてきました。そしてこの度2023年度来年度に安芸高田市高宮物産館を改築しまして、児童クラブの整備を行うことと決定をしました。続いて6件目は河川状況のリアルタイム配信についてです。早期の避難を支援し、逃げ遅れによる犠牲者を出さないために、国や県が設置している河川監視カメラや水位計の情報を一元化し、リアルタイムに確認できるウェブサイトを整備します。そして最後7件目は、株式会社ヤクルト産業との包括的連携協定についてです。この度、広島県内の自治体で初めて株式会社ヤクルト産業と包括的連携協定を締結しました。今日こちらに立ててある、これが協定書ですね。自治体と民間企業の連携によって、地域が抱えるさまざまな課題を解決していく、それにつながっていくと期待をしています。以上になりまして、詳細はそれぞれ担当課から説明をします。はい、それでは安芸高田アグリフーズの施設売却について地域営農課から説明いたします。はい、それでは安芸高田アグリフーズの施設売却につきまして、
資料をもとに説明をいたします。この資料をご覧いただきたいと思います。このアグリフーズにつきましては3の施設の概要に記載をしておりますので、ご覧の通りでございます。裏面には一図を添付しております。この売却につきまして契約締結でございますが、12月の23日に、広島駅弁当株式会社 本社にて取り行いました。いつじ食産株式会社、これを誘致することとなりました。このいつじ食産株式会社につきましては年商18億、従業員数160名、工場2拠点を構える食料品製造業者で、餃子や龍無人餃子直売所をはじめ県内19店舗をグループ内で、事業運営しております。この度安芸高田市内に本社を構え事業の拡大を図っていく予定となっております。企業誘致の担当課といたしましては、この度の誘致をきっかけとして雇用の創出、市内産業の発展等につながるよう引き続き積極的にサポートをしてまいります。以上で説明を終わります。はい、次に安芸高田20歳の集いについて生涯学習課から説明いたします。はい、この安芸高田20歳の集いですが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして8月15日から開催を延期したものです。先ほど市長から説明がありましたように、出席と回答いただいた方に、抗原検査キットを12月21日に郵送をしたところです。資料の方は出席予定者が128人となっておりますけれども、今日現在で136人に増えたところでございます。また全体の開催時間を当初計画から30分短縮しまして、10時開会、11時閉会と1時間としたところでございます。次に記念行事の内容ですけれども、8月にお知らせをしたところではありますが、新たな試みが2つございます。1つは10年タイムカプセルの実施です。20歳の記念に自分や家族友人など大切な方に宛てた手紙を市が預かり10年後に展示をするもので、現在手紙を受付をしているところです。郵送やメールでの受付のほか、当日会場へ持参、また会場で書いていただくこともできます。2つ目は抽選会の実施ですが、商品として、市内の事業者を中心に、たくさんの品々を提供をしていただきました。20歳という節目を多くの皆さんに応援をしていただき感謝をしております。説明は以上です。はい、続いて入場500年記念イベントについて生涯学習課から説明いたします。はい、広報チラシをご覧いただきたいと思います。吉田神楽団による神楽上演、紅白の餅巻きのほか、毛利元就と、その子供たち3人の兄弟が、菅神社に入場しまして、元就の入場500年の年を祝い、また記念行事の成功を記念して、石丸市長に三ツ矢を付託をいたします。入場500年のスタートにあたり、ぜひ菅神社で年始を迎えていただきたいと思っております。以上でございます。はい、次に高宮児童クラブの整備について、子育て支援課から説明いたします。資料の経過にもありますように、令和2年4月に船佐小学校と栗原小学校を統合し、令和3年度には新しく高宮児童クラブの整備を行うこととしておりました。しかしながら、ご存知のウッドショックの影響で建設費の大幅な高騰により令和4年度の建築を見送りましたが、なんとか早期に施設整備ができないかと検討してまいりました。そこで現在遊休施設であります、かつてレストランとして利用されていました安芸高田市高宮物産館を改築する整備手法で、高宮小学校の保護者の皆さん、説明会や現地見学会を開催し
ご了承をいただいたところです。このことを受けまして、本12月議会において設計委託料を議決していただきましたので、早期に実施設計に取り掛かっていきたいというふうに思っております。今後、児童クラブの施設整備や周辺の安全対策において、保護者の皆さんのご意見も取り入れながら、魅力ある児童クラブの整備を行いたいと考えております。一図につきましては、裏面にあります通り、田園パラッツォ、その横にあります施設であります。以上です。はい。次に、河川状況のリアルタイム配信について、危機管理課から説明いたします。危機管理課の松崎です。まず、資料をご覧ください。まず、なぜ整備をするのかという理由ですが、国や県が管理をする河川をそれぞれサイトで整備をしておりますが、必ずしも市民から見て探しやすい、分かりやすい、使いやすいという状況になっておりません。市として市民にとって使いやすく分かりやすいウェブサイトを整備することとしました。狙いでございますが、河川の状況をリアルタイムで分かりやすく配信することで、市民の避難行動を支援につなげていきたいというふうに思っております。整備の部分は記載の通りです。河川カメラや水位計は国や県が設置しているものを活用します。市公式 LINE など連携を図り、市民は、パソコンやスマートフォンから閲覧が可能となります。予算額は記載の通りであります。次の出水期、6月からの運用を考えておりますので、それに間に合うよう12月で、補正予算を、措置を行ったところでございます。以上です。はい。最後に株式会社ヤクルト産業との包括的連携協定について総務課から説明いたします。はい。12月22日、株式会社ヤクルト産業と包括的連携協定を締結いたしました。広島県内においてヤクルト産業と包括連携を締結するのは秋田方市が初となります。本協定の目的は、相互の連携及び協力により、それぞれの人的・物的資源を活用し、地域の発展と市民サービスの向上を図ることで、今後健康増進、食育に関することや安全安心な暮らしに関することなど、協議を通じ具体的な実施内容を決定してまいりたいと考えております。以上で説明を終わります。はい、以上で説明を終わります。では報道機関の皆様より案件についてのご質問を順にお受けします。ご質問のある方は挙手をお願いします。まずアグリフーズの施設売却についてご質問をお受けします。よろしいでしょうか。それでは次に20歳の集いのコロナ対策についてご質問をお受けします。はい、読売新聞さん。結局キット送ったのは136ということでいいんでしょうか。128なんでしょうか。予定者する。それからこれ陰性は本人申告になるんですかね。特にキットには C とか T とか出て、別にそれを写真の中で持っていかなくてもいいんですかね。もういわゆる本人の申告だけでいいのかということと、それから田島はこういうことやってるのかどうか教えてます。まずキットを送った人数なんですけれども、今日受けたメールに入っていた人数も入っていますので、すべて今送っているわけではありませんが、出席と回答した方にはこれからも送りたいと思っております。現在は予定人数は136人ということです。で、個人申告ということですけれども、今現在そのように予定しております。家で陽性と出れば参加は控えていただくということです。で、田島町の状況ですけれども、
申し訳ない、ちょっと今把握していません。はい、その他ご質問はございますか。よろしいでしょうか。次に入場500年記念イベントについてご質問をお受けします。よろしいでしょうか。次に高宮児童クラブについてご質問をお受けします。はい、次に河川状況のリアルタイム配信についてご質問をお受けします。よろしいでしょうか。最後に株式会社ヤクルト産業との包括的連携協定についてご質問を受けします。各課からの説明案件につきましてはよろしいでしょうか。ここで業務により退席する説明員がおりますのでご了承ください。それではこれより市政の動きにかかるご質問をお受けいたします。はい、読売新聞さん。議長で協議申し入れたんですけど、これの回答というのは文書で来たんですか。来てないと思います。何も来てないです。受けないというふうに結果として受けなかったという事実だけ残ってます。そういうことですか。はい、なので対話にならないというね、歩み寄り云々という記事の描写もあったんですけども、向こうが逃げてる以上歩み寄りも何もないと思います。それが今の現状です。わかりました、失礼しました。はい、その他ご質問のある方は挙手をお願いします。はい、中国新聞さん。先ほど市長がですね、権限代行者のことをお話しされてましたけど、その権限代行者は、その特別職なりがですね、もちろんこう指定されるというのはあると思うんですけども、その一般質問の中でも市長が連絡可能で状況である以上ですね、代行は立てる必要はないと。で今回そういうふうな対応されたというふうに理解してるんですけども、それと今回の記事との別にその間違いだとかですね、そういうことをなんかおっしゃってますけど、それはちょっと違うんじゃないのかなというふうに思います。今のぼやきは何ですか。ここ市の記者会見の場なので、中国新聞のですね、なんかうだうだなんかおっしゃってるのを聞く場じゃないんですよ。なので勝手な発言はやめていただけますか。今回立てられてた、立てられてたんでしょうか。すでに説明してきた通りです。きちんと勉強をして理解をしてください。それこそ分からないんであれば専門家の方に聞くなりしてください。ここは中国新聞の記者を教育する場では ないです。いい加減にしてください。教育とか言うんじゃなくてですね、先ほどその権限代行者を立ててる云々の下りがね、おかしいというふうにご指摘されたんでですね、私の方もそれについて市長の見解をお伺いしているわけなんですよ。だから今回は立てられてたんですか。ということは、ではさっきの私の疑問点から話していくと、分からず素直にこの記事を書いてしまったということなんですね。だから権限代行者を今回は立ててらっしゃったんですかっていうふうに私は聞いてるんです。じゃあご存じないということですね。権限代行者というのがだから立てる必要はないというふうに市長はおっしゃってたんですね。いかなるものか理解認識されていないということですね。いや、そういうことじゃございません。じゃあ質問に答えてください。だから今回だから代行者を立てられてたんですかっていうことでは理解をしてください。すでに説明をしています。どこで説明されてるんですか。十分な前提の知識があれば理解ができるように説明をしています。すみません、それはどの場で説明されちゃったんですか。わからないなら勉強してください。録音されてますよね。何回も聞き直してみてください。ちゃんと読んでください。読み込んでください。それは一般質問の時にということですか。一方的にですね、その自分は答えずにですね、
その指摘だけするっていうのはそれはどうかと思いますよ。では今のお話に対して一言だけ、一つだけ返しておきます。説明をする機会は提供しました。この12月20日の記事の最後に19日夕方までに回答はなかったなどと書いていますが、説明するとお伝えしたはずです。にもかかわらず取材をしなかったのは中国新聞の単なる都合です。自社の都合で聞いてない、説明などと言わないでください。迷惑です。それは言わせてもらいますけども、その時にじゃあどういうふうに市長が回答して、市長というかですね、市の方が回答したかというと、ね、8月のですね、我が社が、中国新聞がだらだらしゃべる機会じゃないのでやめてもらっていいですか。司会も当ててません。いや、当てられましたよ。いや、もう終わってます。いやいや、それこれ以上記者会見の場で勝手な主張されないです。もし主張があるならご自身で自社で会見を開いてください。ここは秋高田氏の会見の場です。迷惑です。わかりますか。いや、迷惑です。一方的な主張をですね。であれば中国新聞が記者会見を開いたらいいじゃないですか。場所なんなら貸しますよ。開いてください、自社で独自に。迷惑です。記者なら理解してください。立て付けがありますよね。記者会見で会見開けばいいじゃないですか。声明文発表すればいいじゃないですか。なぜここでやるんですか。一方的なことを言う場ですか。迷惑です。そもそもですが、ここ中国新聞の取材許可してませんので、勝手な発言やめてください。これは記者クラブがこれあれですよ、主催して、で市長の一方的な主張をする場じゃないんですよ。いえ、そうですよ。秋高田市の記者会見ですから、市が主張する場です。中国新聞が勝手に主張する場ではないですけど。それは市長が言ったことに対してこちらが意見をしてるわけなんですよ。それは受け付けないんですか。意見を求める場合もあります。それは市が見解を述べるために必要だから聞くと先月お話をしました。忘れましたか。もう一回お伝えします。市が見解を述べるのに必要だから確認をする場合もありますが、最終的に市の見解出ましたか。その時に勝手な話をするための場ではありません。迷惑なので控えてください。その時にじゃあ先月の記者会見で市長はじゃあ市の見解を示しましたか。示してないじゃないですか。その他ご質問ございますか。それでは市政の動きにかかるご質問を終了します。その他で何かご質問はございますか。はい、最後に情報提供として新型コロナウイルスワクチン接種状況について1月行事予定をお配りしておりますのでご活用ください。なお次回の記者会見は1月30日月曜日10時からを予定しております。以上で記者会見を終了いたします。ありがとうございました。